李千年は、中華人民共和国の政治家。中国共産党の八大元老の一人で、中国共産党中央委員会副主席、国務院副総理、第三代中華人民共和国主席を歴任した。国家主席退任後は、第五代中国人民政治協商会議主席の座に、あった。1909年6月23日に湖、北正規安県に誕生した。 1927年12月に中国共産党に入党し、朝鮮には公軍の士官として参加し、労農公軍大守方面軍で助向期前総指揮官の下で政治委員を務めるなどした。1937年末に延安に到着し、その後は公日軍政大学と延安マルクスレーニン学院に学んだ。1949年10月1日に、 中華人民共和国が成立してからは、古北省党委員会初期、人民政府主席、武漢市等初期、市長などを歴任した。1954年9月29日に、国務院副総理に任命され、財政部長を兼任した。1956年9月28日に、第八期市中全会において、中国共産党中央政治局委員に選出された。 さらに5月25日の第8期後中前会において中央初期どころ初期に増補されたが、これは国務員の問題を初期どころで討議する利便のためであった。1959年4月の第2期前人大第1回会議において副総理に再任された後、5月13日の週、総理主催の座談会において各副総理の仕事分担がなされ、李0年は、 財政貿易を管轄した。また、各副総理の分担管理、日常業務を補助するため国務院の下に6つの弁公室が設置されると、理は財政貿易弁公室主任として財政部、食料部、商業部、対外貿易部、水産部、労働部を管轄した。文化大革命には、厚生、陳白達などの中央文革少佐と対立し、 1967年2月の政治局日常工作会議において、要県営、女向き前、上久し至る、ンリ林などの軍、国務院幹部と共に、これを批判した。しかしこの行動は、毛沢東により、厳しく求断され、二月逆流と呼ばれることになった。後に、北京郊外に加砲された時期もあったが、中央復帰後は、周恩来首相の下で、 経済政策を補佐し、後の市場経済化の宣弁をつける。1969年4月28日の第9期一中全会において、当中央政治局委員に選出され、1973年8月30日の第10期一中全会において、当中央政治局委員に再選した。そして1977年8月19日に、 第11期一中全会において、中国共産党中央委員会副主席、党中央政治局常務委員会委員に選出され、党内序列第4位に昇格した。1982年9月の第12回党大会における党主席制配史に伴い、副主席を退任したが、直後の第12期一中全会において、中央政治局常務委員会委員に再選された。 国家主席制の復活に伴い、1983年6月18日の第6期前人大第1回会議において国家主席に選出。1987年まで中国共産党中央政治局常務委員の職にあった。常務委員引退後は全国政治協商会議主席のポストを確保し、保守派の長老として影響力を保持して陳運とともに、 経済特区には生涯足を踏み入れなかった。1992年6月21日に死去した。83歳の誕生日を迎える2日前であった。家族は中国人民海外友好協会会長を務めたり小林とその子である中国人民解放軍空軍政治委員の劉足馬、中条らがいる。東昇平、李年千年、周恩来李千年同式ビ歴任国務員。 主要領導人名探中京八届1、中前会選出新的中央机中京八、届後中前会挙行金、321ページ、金、364ページ、金、364から365ページ。中国共産党、第9届中央委員会第1次、全体会議広報中国共産党、第10届中央委員会第1次、 全体会議広報中国共産党、第11届け中央委員会第1次、全体会議新聞広報第12届け、中央委員会第1次全体会議広報中華、人民共和国全国人民代表大会広告。ありがとうございます。